イルガ・ガデア・コスタは、ペルーの経済学者、共産党の指導者、作家、シェゲバラの一人目の妻。ガデア・コスタは、アメリカ革命人民同盟の全国行政委員会の経済担当書記官だった。彼女はペルーでの活動により1948年に海外追放された。彼女が最初に、ゲバラに会ったのは1953年12月、グアテマラでの出来事だった。 そして、政治上の理由により、二人は、メキシコへの移住を余儀なくされた。彼女はゲバラを反乱キューバ人に紹介した。ガデアは妊娠した後、1955年9月に、メキシコでゲバラと結婚したが、1959年5月に離婚した。二人の間に、イルダ、ベアトリス・イルディタ、ゲバラ・ガデアという娘がいる。ゲバラがキューバ革命を戦った後、 ガデアはキューバを訪れたが、そこでゲバラがアレーダ・マルチという女性を愛してしまったとの知らせに直面、ガデアは離婚を要求した。離婚の後もゲバラの政治運動を支持し続けており、1974年にハバナで死去した。彼女はチェトの私の一生という回想録を書いた。Z マガジンの著者の一人であるガブリエル・サンドマンは、 ガデアに関する演劇を書いているという、ありがとうございます。